で今こう皆さんにたくさん挙げてもらったように、うん、やっぱり日本文化って言ってもすごくいろんな要素が詰まってて文化っていう風になってると思うんですね。ジンヨさんギャルファッションそうですね、あれここにここにみたいな風にこう一人の人の中にもいろんな要素が詰まってて、それがこう変化してるっていうのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに私たちは考えてます。そうですね、こう一口日本文化って言ってもさっき挙げてくれてたみたいに、すごい伝統的な能だとか着物みたいな昔からあるすごい伝統的な文化もあれば、漫画とかアニメとか、あと今言ってくれたようにギャル、そうギャルも日本文化って言ってくれてる方がいますけどそういう新しく出てきた文化も日本の文化ですよね。で今こうさっき精神的な部分、遠慮とかそういう部分を挙げてくれてた方もいましたけど、そういう古いものも新しいものもこうどんどん作られていく精神的なものも全部がこの一口で文化っていう風に言えると思うんですけど、それがこの一人一人の文化っていうパーソナルカルチャーにも当てはまるんじゃないかなということで、この文化っていう捉え方をすると、自分らしさも常に変化する、うん、あと過去から蓄積してきたものっていうのだったり、あと自分の手で作っていくことができるっていうふうに捉えられるんじゃないかなっていうふうに思います。